こんにちは。ファッキーオーサムヘルマット丸山です、お久しぶりでございます。いやー、ほんと1ヶ月ぶりぐらいの撮影ですね。ほんとお久しぶりです。ちょっと仕事がだいぶバタバタしてましてね、やっと撮れますと、やっと投稿できますね。はい。で、その間ね、メガネを買いまして、4年ぶりにメガネ買いましたと。いうのもあったりとか、あと、ワールドカップの抽選が昨日あったりとか、もう最悪ですね。どうしよっか、日本。まあ、そういうのもあったんですけど、まあ、下山のライブをね、見に来まして、夜音ですね。3月27、見に来ました。まあ、今週ですね、何撮ろうかなと思ってたんですけど、もうずっと下山のこと考えちゃうんで、一回、その下山の、まあ、話というか、ライブレポみたいな感じで話そうかなと思います。まあ、大阪で、結成されたオルタナティブロックバンドですね。はい。で、今は東京でやってますと。で、フリーなのかな？おそらく。で、事務所もなくて、レーベルも自分たちでやってると。まあ、今一番聞くべきバンドじゃないですかね。下山は。はい。ね、日曜ですね。3月27日。ずっとね、雨予報って言われてたんですけど、意外とね、直前になって降らないとなって、で、まあ、またどん天ですよ。どん天の日比谷。またこれもね、下山らしい、感じだなと思いました。日比谷夜音ですね。初めて入りました、中は。外はね、音漏れを聞きに一回ナンバーが行ったんですけど、まあ、中入んのは初めてで。なんか意外とね、近いですね、ステージがね。Cブロックだったんですけど、結構近くて見えるなぁと思った印象がありますね。はい。で、中に喫煙所もありますと。もう最高ですね。行かなかったけど、最高。っていうのがあって、で、まあ、ステージ、見えました。真っ赤でしたね。もう、真っ赤な、釣り垂らした布がバーンとあって、旗も2本立ってて、下山らしいステージの、美術になってたという感じですね。はい。で、まあ、そうこうしてたら、まあ、こちらにもありますが、荒井秀樹大先生がちょっと前の席に来て、うーわーと思って、うーわー、荒井秀樹おるやん、と思って。いやー、ちょっと生で荒井秀樹見れて、ちょっと感動しましたね。はい。で、まあ、ライブが始まりますと。はい、始まりました。中堅かな？中堅でやってるのかな？これ。フジロックでもやってたね。アンダーカバーがデザインした、被り物みたいなやつをね。かぶって、まあ、人が登場してきますと。ああ、もう、まあ、いきなりもう、なんていうのかな、もう、荒野ですね。もう、東京の真ん中とは思えないような、音像というか、音圧が、もう、いきなり出ますと。もう、すごいですね、やっぱね。もう、ライブすごいですね。ただただ圧倒されるばかりの、音の厚みと表現の幅、という感じでしたね。へえ。へえ、へえ、と言っちゃった。で、序盤はね、クルーですね、アルバム。クルーの、テンポ感。まあ、BPM100 で作られてるアルバムなんですけど、そのテンポ感で進んでいきますと。なんか、一曲一曲ってよりかは、こう、生き物のような、こう、流れがこう見えるような流れでこう、進んでいくという感じで、次が、赤曜日。赤曜日、赤曜日。ミニオミニシューコレクティブで、今回、その、やったんで、まあ、20人ぐらいコーラス隊がいるというところで、よりその部族というか民族感、なんか一つの生き物としてのこう、うねりみたいなものがね、より出てる、感じになってますね。楽曲のこのうねり、グルーヴ感がもうすごい拡大されたね、もうスケール感がものすごいでかくなってる、ライブというか、ステージングだったなという印象ですね。はい。と、一曲目のね、すいません、戻るけど、中堅で言うとね、タカさんね、バグパイプをね、やってるとね、バグパイプね、コロナ期間になんか、一人、みんななんか楽器を新しく、弾けるようになろうみたいな感じがあったらしくて、それでバグパイプをやったと。で、まあ人は、トランペット、ぶっ壊れたトランペットで、一曲目やってましたと。バグパイプもありましたと。いう感じでね、新しい下山を見れるという。感じの、頭の感じですね。はい。そうだね。ソウルマテリアルぐらいまで。エクスタシー、レプリカント、アゲハ、ソウルマテリアルぐらいまで。ここはもうアルバムの流れというか、もう一曲のように続けてバンバンやっていく。ここはね、怒涛の展開です。熱量と、照明も真っ赤で、もう、
そしてどん天の空と。いや、すごい。もう、なんでしょうね、この情景。野音の魔力もなんかちょっとありながらも。まあ、ソウルマテリアルはちょっとゆっくりした曲かな。まあ、だけども、購買意欲に対する、曲というか、まあ、ずしずしとくる、リリックですね。が来ますという感じですね。はい。フリーリフュージーズの役割みたいなところを、ボブマリーのね、ゲットアップスタンドアップをやると。これもね、フジロックでやってましたね。はい。平和を願うようなメッセージというか。まあそういうのをありながら、東京をやりますね、この後。前の週のね、ノーバーのね、集会の時も、新宿のど真ん中で東京をやってましたけど、まあそれもね、すごい事件というか、ものすごい意味が深いなと思うんですけども、ここね、日比谷でやったことに対してというか、それもね、すごい意味というか、こう、なんか事件性みたいなものがね、すごいあると思います。あとね、天候とね、場所も相まってね、東京の歌詞にもありますけど、曇天の空と、ビルの墓石と、もうまさにその情景の中で歌われる東京です。これは来るものがありましたね。これはもう号泣ですね。はい。号泣しましたね。はい。で、リリックもまた例のごとくちょっと変えてて、アベアトランプっていうところも、アベアプーチンってなってたりとか、これはもう、そう、ふざけんなというところですよ。本当にもう、いろんな人の気持ちが乗りすぎてますね、下山にはね。素晴らしいです、本当に。もう、ふざけんなと思いましたね、本当に。まあ、下山の魅力の一つでもありますけど、なんでしょう。現実をより見せると。見せるというか、現実をより考える、きっかけになるような言葉と音、そして佇まいですね、下山の魅力。まあそういうところがあると思ってます。で、この日も東京でそういうところを見せてもらいましたという感じでした。はい。東京終わって、で、一回マヒトは一人になりますね。で、ソロの曲、失敗の歴史をやりますと。これまたね、この曲もともと好きだったもんでね、青葉一子とか一緒にやってる曲ですね、これね。ああ、素晴らしいです。はい。なんだろう、人間の全肯定というか。まあ、下山はそうなんだけど、人間参加みたいなところはあるんですけど、そこがね、非常によく出てます。はい。素晴らしい曲ですね。で、まあ、こっから、後半というか、まあ、二部構成みたいになってますね。はい。前半はこう、BPM100 の流れの中で、こう、一つの、うねり、として見せていくというのがあります。で、まあ後半に入ってきて、こっからですね、怒涛の下山キラーチューンゾーンなんでしょう。このライブ自体にこのなんかバンドの美学がね、いろいろ詰まってるなと思います。前半はね、このスケール感みたいなところやっぱ出したくなるですよね。バンド長くやってるとこうなんか別のスケール感みたいなものをこう表現したくなるっていうところで、このミリオンウィッシュコレクティブが入って、そのコーラスのスケール感、トライブ感みたいなところを表現したという感じなんですけども、こっからはね、バンド4人でやりますと。4人です。やっぱバンド4人の美学みたいなところを、やっぱ歌詞でも言ってますよね。まあ人はね。バンドの美学みたいなところをここで見せてくれますね。はい。いきなりウエステッドユースです。はい。いや、ぶち上がりますね。やっぱね。ウエステッドユース。で、アンビエントレッドで、まあ、こう、なんでしょう、こう、ゆっくりながらも縦乗りというか、まあそういうのがあって、まあアンビエントレッドと竜の匂いね。ここで、まあちょっと落ち着かせながら、その次にエンドロール。またぶち上がりますと。ここの、なんだ、怒涛の5曲。この怒涛の5曲でも、古参ファンも大満足でしょうね、ここね。はい、もう最高でした。で、またミリオンウィッシュコレクティブが出てきまして、新曲、怒涛の新曲4連発やります。新曲なんですけど、これがね、そのスケール感の中でものすごいパンクというか、レベルミュージックというか、そういうのも出してる曲もあったりしたんですけど、なんといってもこの最後、一番最後かな、ちょっとわかんないけど、なんか賛美歌みたいなね、コーラスから始まるんですね。下手前にいた、
ムーンのボーカル JC を中心にこう始まっていく曲があるんですけど、もう賛美歌ですね、ほとんどね。そのもうここで一気に野音がね、教会になると、教会のようなこの厳かな雰囲気になるという感じがして、すごいこの多幸感というかがもう満ち満ちてくる感じがしましたね。はい、流れ的に言うとね、だから前半で、まあ、荒野の真ん中というか、この部族の中、自然の中で聴いてるような錯覚に陥って、その後、ライブハウス、地下の汚え、くせえライブハウスになると。はい、で、その後に、教会のような、この厳かな、包まれるような感覚になる。この謎のこの空間の変容の仕方というか、これがね、すごい見事な感じがしました。はい。で、アンコールです。アンコール意外とね、出てくるのね、早かったっすね。はい。アンコール始まりまして、ヤクモアとね、タカさん、見合って、あー、これ DNA だ、という。DNA がやりますと。DNA ですよ。もう、人間参加、全皇帝の曲。DNA。これ一番好きっすね、DNA。たまりませんね、やっぱね。幸せになってもいいんだよ。こんな優しい歌ありました優しい曲ですね、本当に。DNA 何がいいってね、この、なんだろうね。こう、ザ・オルタナみたいなね、この、ギターというかアレンジワークですね。これがすごくいいですね、やっぱね。で、また新曲がありまして、で、一番最後、最後の曲です。アブソリュートリーイマジネーションで締めますと。はい、来ましたという感じです。来ましたという感じ。あー、ぶち上がりますね。アブソリュートリーイマジネーション。いやー、もうものすごい手が、会場すごい手が上がっててね、たまりませんでした。あ、そう、手の話で言うと、DNA の時にね、手拍子になって、手拍子、みんな会場手拍子、声出せないからね、手拍子になって。そしたら真人がね、手拍子ダサいんでやめてくださいっつってね。わ、ハッとしました。本当に。あんだけ自分が嫌いだったね、手拍子ロックってやつですよ。昔ニコニコかなんかで韓国でニルヴァーナのスメルズをやってる時にね、ものすごい手拍子が鳴ってるテレビの映像があって、ね、もうマジかって思った記憶があったのに、やってた自分をね、すごいハッとしましたね。こんなね、すごい音が鳴ってる中で手拍子絶対ダメだろ、そりゃなっていう。ほんと申し訳ない気持ちになりましたね。うん。ありましたけど、まあ、アブソリュートリーイマジネーションでしょ。これね、まあ、ぶち上がりますよ。そりゃ最後の曲だし、もう大名曲だしね。はい。で、なんかね、2回目の A メロね、のところで、真人がね、急に歌わなくなっちゃって、なんだと思ったらね。なんか上手の前の方で、なんかモッシュ起きてたらしくて、それにちょっとね怒って、今日いい日にしたいんでモッシュやめてくださいっつってやって、ああモッシュ、まあまあ気持ちはわからんでもないけど、ご時世的にね良くないですよね、あんまりね。まあこの席一つで踊れますからねっていうのもまあありつつ終わりましたと。ちょっと後味悪い感じでね終わっちゃったけど、でまあ人も吐ける時にね、なんかむちゃくちゃ蹴り飛ばしながら吐けちゃってね。ちょっと後味悪かったですね。はい。でも、その、全体の満足感っていうのはもう、すごい、ものすごいものがありましたね。はい。まあ、5000円だったんですけど、チケット。全然1万とかでも全然元トレーナーぐらいの満足感というか気持ちで買いました、ね。ちょっと伝説のライブを見ちゃったんじゃないかという、その、目撃感というか、居合わせてしまった感じがすごいしたので、ね、ちょっと動画で話してみました。という感じでございました。いやー、下山ね、また見たいですね。全館各祭、ね、またやるんだったら行きたいな、と思ってます。はい。また千葉でね、リベンジしてもらいたいですね。はい。という感じで、今日はこれで終わりにしたいと思います。よければ、コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまたお願いします。